お待たせいたしました。ただいまからですね、フィリッポ・グランディ、国連難民高等弁務官の記者会見を始めさせていただきたいと思います。ご案内のようにですね、日本人初めての、親善大使ということで、音楽家のですね、宮城さんの、今日任命式というのもありましてですね、進行の都合上ですけども一部と二部に分けさせていただいて、最初にですね、任命式を行いまして、その後ですね、グランディさんの記者会見を行います。それでは早速ですけれども、グランディさんからですね、宮城さんに、任命の式ということでお願いしたいと思います。今この前で行いますので、写真を撮られる方はちょっとお待ちいただいて、じゃあよろしいでしょうか。じゃあ宮城さんも、Good afternoon. It is my great pleasure today to officially announce the appointment of a very important person, Miyavi, who is known in Japan for his great music, and I hope he will increasingly be known also for his engagement for the cause of the refugees. So my announcement today is to inform all of the people in Japan through the esteemed representatives of the press that Miyavi will be our national goodwill ambassador, UNHCR's national goodwill ambassador as of today. He is the first goodwill ambassador that UNHCR has ever had in Japan. So he carries a very important responsibility. And we've had already several exchanges. He has already done work for us. He has visited refugees in Lebanon, in Thailand. He will tell you more about it. And I am very happy because I think that through his personal message, but also through his music, he will be able to speak about these difficult issues, but very important issues to all Japanese, and in particular to Japanese young people. So congratulations, Miyavi. I'm very, very happy to have you on board and look forward to working with you in the next few years. Thank you. Thank you. I have to give him the certificate. Sorry. はい、皆さんこんにちは。大変今日は光栄なことにですね、正式に、宮城さんが UNHCR の親善大使に就任されることをご報告させていただきます。宮城さんというのはですね、UNHCR にとりましても大変大切な人物でありまして、大変有名な音楽で有名であるミュージシャンでいらっしゃるだけではなく、難民の大変なこの仕事にも関わってくださっているということで知られていると思います。今日はですね、正式にその発表をさせていただきます。日本の全国の皆さん、そしてプレスの皆さん、本日付で UNHCR の親善大使として日本人として初めて宮城さんが就任してくださることになります。日本人として初めてということで大変な責任を担ってくださることになります。これまでも何度か宮城さんともお話をさせていただきましたし、共に仕事もさせていただいております。宮城さんはすでにレバノンやタイで難民のキャンプを訪れてくださっています。後ほどまたご本人からお話があるかと思います。大変嬉しいことに宮城さんは個人的にもメッセージを届けてくださっているだけではなく、音楽を通して大切なメッセージを届けてくださっています。で、今難民の取り巻く状況というのはとても大変であります。そしてこれはとても大切な問題でもありますので、ぜひとも宮城さんを通して日本の皆様、特に日本の若い皆さんにですね、発信をしていっていただければというふうに思います。では宮城さん、就任おめでとうございます。これから一緒に仕事ができることを大変楽しみにしております。 So it is now my pleasure to give the modest but important certificate of designation of goodwill ambassador to Miyavi.
はい、では宮城さんに大変小さいですけれども親善大使の任免状を渡したいと思います。はい、おはようございます。宮部です。この度 UNHCR 国連難民高等弁務官事務所の、親善大使に、任命されました宮部です。2014年に、UNHCR 特使でもあるアンジェリーナ・ジョリー氏に、紹介をされて、レバノン、タイにある難民キャンプに、訪問をさせてもらいました。正直、行く前はアンジェリーナ氏ほど有名でもないので、自分に何ができるのか、正直怖かったですし、正直不安な気持ちで、キャンプに行かせてもらったんですけれども、実際、キャンプに伺って初めて子どもたちの前でギターを弾いたときに、彼ら彼女たちの、輝き、そして、音楽を聴いたときのそのキラキラした、彼らの表情を見て、あ、自分にも何かできることがあるかもしれない、そう感じました。そしてそれと同時に、住むところ国を追われて、本当に苦しい生活を、余儀なくされている人たちの、姿現状を目の当たりにして、もっともっと自分にできることはないか、そういうことを、考え始めました。自分にも二人の娘がいます。子供たちが教育を受けれずに、日々生活のために働いているその姿を見て本当に胸が痛かったですし、その現状が今もまだ続いているということに対して、そこに自分ができることがあれば全てやりたいなと思っています。音楽文化の力を使って、たくさんの人にこの現状を伝える、そしてそれぞれがそれぞれの役割を、やれるように、そしてそれの、それぞれの役割が何なのか、を考えられる機会を、与えられる、そしてそういうきっかけを作られる、作れるような、活動、そして架け橋になっていければなと思います。実際僕自身も、まだまだ勉強中の身です。皆さんと一緒に、勉強しながら、このミッションを遂行していけたらなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは早速ですけども、ここからはですね、地球通訳で、グランディさんのお話を伺います。それと宮部さんにはこのまま会場に残っていただきますので、質疑応答の際にですね、宮部さんに質問がある場合は、そこで、質問してください。それではここからはですね、日本記者クラブ企画委員の共同通信のですね、杉田さんに司会を担当していただきます。You don't have to wear that anymore. He just said we are going to start the press meeting with Mr. はい、それでは記者会見を始めたいと思います。フィリップ・グランデさんは昨年の11月、ちょうど1年前もですね、こちらで UNHCR として、記者会見をしていただきました。その前はUNRWAですね、パレスチナ人の難民支援をしている組織のトップをしていらっしゃいます。ですから難民支援、難民問題の、プロですのです。世界の今最大の問題の一つである難民問題についてですね、いろんな議論を続けてい、きたいと持っております。冒頭ですね、グランデスさんの方で、発言をいただいて、でその後質疑に移りたいと思います。それではグランデスさん、よろしくお願いいたします。 Thank you very much. I'm happy to be here in Tokyo for what is the third my third visit
as High Commissioner to this country. 皆さんこんにちは。国連の難民高等弁務官といたしまして3度目の来日となります。I met Friday and today with the Foreign Minister, the Minister of Justice, the President of JICA, a number of Members of Parliament, and other partners in the government and in civil society. はい、金曜日にはですね、外務大臣にお目にかかりました。そして、その後、本日も法務大臣、JICA の理事長、そして、その他の議員の皆さん、政府関係者、そして、市民社会の皆さんとの会合というのを持っております。And I was happy to feel that Japan and the Japanese people and many Japanese people continue to be strong supporters to the cause of refugees and of UNHCR. そして日本に来るにつけ、日本、そして日本の国民の皆さんが引き続き難民の取り組み、そして UNHCR の強力な支援者でいてくださることを大変嬉しく思っております。As I could feel yesterday when I gave a lecture to a very crowded room of students and representatives of the different organizations at the Sofia University on the theme of refugee education. 例えば昨日でありますけれども、難民の教育に関する講義ということでジョージ大学に行ってまいりました。で、その会ですけれども、多くの学生、そしてさまざまな組織の代表者の参画を得ることができ、大変盛況のうちに閉幕をいたしました。I come to Japan this time in a context of increasing crisis. 今回の来日の背景ですけれども、この危機の状況というのがさらに高まっております。Old conflicts like Afghanistan and Somalia don't seem to find a solution.Conflicts that we thought had ended, like Burundi or South Sudan, are again raging, causing a lot of suffering, and new conflicts are emerging.古くからの紛争、例えばアフガニスタン、もしくはソマリアでの紛争というのは、いまだ解決を見ていないように見られます。そして私たちがもう終結したと思った紛争、例えばブルンジですとか、南スーダンでの紛争、これらに関しましても、また再燃をし、そして多くのさまざまな苦痛を生み出し、そしてそれらと並行して、また新たな危機、紛争というのが生まれてきております。There are perhaps...approximately one dozen wars that cause most of the displacement in the world. And we don't seem to be able to solve these wars, as I said to the Security Council just a few days ago in New York.で現在世界にはおそらくほとんどの強制移動者を生み出している紛争としては12ほど進行中のものがあるのではないかと思います。そしてこれらの戦争がなかなか紛争がなかなか解決を見ない状況にあります。そういったことを数日前にも私はニューヨークでの安保理の場でもお話をさせていただきました。 When I met the Security Council and told themAsk them whether we have become unable to make peace, they all agreed that my question was an important and valid one. 私が安保理の前で証言をいたしましたときに、平和構築をする能力を私たちは失ってしまったのだろうかというふうに問いかけましたところ、そこに参加していた全員が私の問いかけというのは、これは大変に重要なものであるということを認識してくださいました。But frankly, what can we do when, even on some basic humanitarian issues, the Security Council appears to be always, always divided?しかし正直申し上げて大変基本的な人道問題にですら安保理が常にですね分断されたまま十分に対応できていない今一体私たちに何ができるというのでしょうか。 There are approximately 8 of these conflicts in Africa where there is very little political attention and even very few resources to deal with the human consequences of the failure of peace.
現在アフリカにおきましては8つほどの紛争が進行中でありまして、ほとんど政治的にも注目がされておりません。そしてその結果として、つまり平和化構築できない、その結果として人々がさまざまな影響を受けておりますけれども、そのことに対応するリソースというのが大変限られています。 Conflicts in Syria, in Iraq, in Yemen, in Libya, in the Middle East, North Africa region are causing among the some of the biggest displacement problems, and we don't find a solution. And the increasing tensions that we have seen even in recent days, for example, between Saudi Arabia and Iran, are not promising in terms of finding solution and peaceful way forward and the possibility for all these displaced people to return home. 中東、それから北アフリカに目を向けますと、例えばシリア、イラン、イエメン、そしてシリア、イラク、そしてイエメン、リビアなどでの紛争、こちらにおきましては最大級のですね、多くの強制移動者を生み出しております。そしてまだ解決策は見出せていません。そしてまた最近になりまして、サウジアラビアとイランの間の緊張関係が高まっております。その結果としてさらに解決策を見出すことが難しくなり、平和構築が難しくなると考えられまして、そしてまだこの難民となっている人たちの帰還の道筋も立てることができないでいます。 So I am very worried, and this has been my message to the Japanese government. We have about 66 million, as you know, refugees and migrants, and the needs of this population continue to grow.そんなこともありまして、そういったこともありまして、私からの日本政府へのメッセージといたしましては、大変大いに懸念をしているというものとなりました。そして現在、難民、そして避難民といたしまして、6600万人が存在するということは皆さんもご存知のことだと思います。そしてこういった人たちのニーズというのがですね、どんどん高まっております。The situation that is very much at the center of our preoccupation now is the situation between Myanmar and Bangladesh. 特に現在 UNHCR で対応に追われている状況といたしましては、ミャンマーとそれからバングラデシュが挙げられます。As you know, the number of people that have fled since August 25th from northern Rakhine.Into southern Bangladesh is more than 600,000. 皆さんご存知のことかと思いますけれども、8月25日以降、ラカイン州の北部からバングラデシュの南部へと国境を渡って逃れていった人の数が60万人を超えています。They fled violence.And they fled also a situation of discrimination that has prevailed in their area for many decades.こういった人たちはですね、暴力から逃れ、そして数十年にわたって続いてきた差別の状況から逃れていっています。The people that arrive in Bangladesh are therefore refugees.But they are also stateless refugees because they have no citizenship. このバングラデシュに逃れていった人たちというのはですね、難民であります。しかしそれと同時に無国籍の難民であります。彼らは市民権を持たないというのがその理由です。I visited there at the end of September. I can assure you their needs are immense. They need everything.And besides their needs of food, medicine, and shelter, they also carry very severe trauma because of the violence that they have endured in northern Rakhine.9月の末に彼らがいる場所に私も行ってまいりましたけれども、これらの人たちが抱えるニーズというのはですね、相当のものです。すべてのものを必要としていると言ってもいいと思います。食料が足りません、医療が足りません、それからシェルターが足りません。そしてそれのみならず、彼らはですね、ラカイン州の北部において暴力に耐えなければならなかった。そのことによる心の傷に対する対応も必要です。The first priority now has been in the past few weeks to help Bangladesh
bear the enormous responsibility of caring for these people.まず私たちが過去数週間にわたって優先してまいりましたことは、こういった人たちのケアをするという大変な責任をバングラデシュが担っている、そのことに対して助けを手を差し伸べるということです。 And I am glad that the foreign minister who, as you know, has just visited Bangladesh has reiterated Japan's supportfor the effort to help refugees and host communities. And I'm also glad that in my talks with the president of JICA just this afternoon, he also confirmed that JICA is very much engaged in helping Bangladesh organize the response to this very dramatic refugee crisis.皆さんご存知のことかと思いますけれども、日本の外務大臣が最近バングラデシュを訪れました。そしてその際に日本からの支援を再表明してくださいました。この支援というのは難民に充てられる支援と、それから難民を受け入れているホストコミュニティに対する支援となります。それから今日の午後、ちょうど JICA の理事長にもお目にかかりましたけれども、 JICA の理事長もまたバングラデシュへの対応に関して今後組織することに関わってくださるということを確認してくださいました。そしてそれをもってして難民の危機に対応してくださるということです。But clearly, much as resources are needed in Bangladesh to respond to this crisis, the solutions for this same crisis lie in Myanmar.しかし多くのリソースがバングラデシュの国内での支援に必要とされるということ、これは確かなことでありますけれども、しかし真の意味での解決策というのは、これはミャンマーで必要とされているわけです。 And as the Secretary General of the United Nations has said at the beginning of the crisis, these people have a right to return to their homes.そして国連の事務総長が危機の始まりの時点でおっしゃられたように、これらの難民の人たちは帰還をする権利を有しています。 But clearly, in order for them to return to their homes, first and foremost, violence has to completely stop, and the problem of their citizenship has to be resolved.そしてしかし帰還、これらの難民の方々が帰還するためにはですね、明らかに必要とされているのは暴力の完全なる停止ということになります。それからまた市民権の問題、これが解消されなければなりません。 We are aware that talks are happening between Bangladesh and Myanmar to discuss the solution, the future repatriationI want to once again state that UNHCR, the expert organization in this matter of refugees, is available to both countries as an advisor, as a resource, as an expert resource to help organize the repatriation.そしてバングラデシュとミャンマーの間では解決策を模索するための将来の期間に向けた協議が始まっている次第です。そして UNHCR はこういったところでの専門機関でありますので、繰り返しますが、 UNHCR はバングラデシュ、それからミャンマーの政府が必要であればいつでも助言をする準備があります。またリソースを提供し、また専門的なリソースを提供することによって、この機関事業をですね、組織化することに尽力できるということです。 And of course, we are also available to the government of Myanmar to help them work out the complicated issue of citizenship for the Rohingya community. それからまた、ロヒンギャのコミュニティの市民権の問題という大変な複雑な問題にミャンマー政府が対応する上でも、私たちはいつでもお手伝いができる準備にあります。 I can talk to you about many other crises if you're interested.Please ask the question. I just want to conclude with a few remarks about Japan. それ以外にも世界には多くの危機がありまして、皆様方もしご関心がおありであれば、ご質問いただければまた後ほどお話をさせていただきます。終わりになりますけれども、最後に日本に少し触れておきたいと思います。Like I said, I was happy to meet many of our partners in Japan and to hear the confirmation of their support.
申し上げましたように、今回の来日におきまして、日本の多くのパートナーとの皆さんとお話しする機会を得、そしてそれらのパートナーの皆さんから支援の確認をいただきましたこと、大変嬉しく思っております。We're working very well with JICA in many situations in which we want to bring together more closely humanitarian work, which we do, and development work, which they do. Japan has been for a long time a champion of this approach, which is now becoming a reality in many places in Africa especially.JICA におきましては、UNHCR と多くの状況下において協力をしてくださっています。で、例えば人道的なアプローチというのは、これは私たちの専門であり、それから開発の方のアプローチというのは、これは JICA さんの方の専門でありますけれども、この2つを統合するようなアプローチというのが、これこそが日本がこれまで支持をしてきたアプローチであります。そしてこのアプローチが世界中のさまざまな場所で現実のものとなってきております。特にアフリカがそうです。We're very happy.That our support organization, Japan for UNHCR, is making much progress in receiving support from ordinary Japanese citizens. I learned last night that there are 70,000 private Japanese citizens that every month give even a small donation to refugee programs. This is very welcome, and our objective, together with Japan for UNHCR, is to make this figure grow.大変嬉しいことに、また私たちの支援組織であります国連 UNHCR 協会、こちらの協会におきましても多くの前進が見られているということです。一般の方々からの寄付金が大変増えているということを昨夜お聞かせいただきました。個人から毎月ですね、7万人の個人から少額であったとしても難民のプログラムに対しての寄付金を頂戴しているということで、このことは大いに歓迎をさせていただきます。この国連 UNHCR 協会とともに私たちはですね、今後さらにこの寄付金の額をですね、高めていくという目標に向かっていきたいと思っております。 And there are also some private companies that are supporting us. First and foremost, Uniqlo Fast Retailing, led by Mr. Yanai, whom I met on Friday, and who is helping refugees in many different ways, from donations of cash, donations of clothesand promoting the employment of refugees both here in Japan and in other places. それから民間の企業からもたくさんのご支援をいただいております。まずもって頭に浮かびますのはユニクロファーストリテールさんです。柳井社長に金曜日にお目にかかりました。多くの形でですね、貢献をしてくださっています。例えばキャッシュによる寄付金、それから衣服の寄付、それからまた日本のみならず日本以外のところでの難民の雇用の促進などに貢献をしてくださっています。And the government of Japan.Continues to be an important donor to UNHCR. また日本政府は UNHCR にとりまして大変重要な拠出国、ドナー国でもあります。However, unfortunately, contributions from the government of Japan to UNHCR have been declining, not much, but a little bit every year since 2013.しかしながら残念なことに日本政府から UNHCR に向けていただいております拠出金がですね、減少傾向にございます。大きく減少しているというわけではありませんけれども、2013年以降毎年少しずつ減少をしております。Japan for a long time was UNHCR's second largest donor after the US. It has now become the fourth, and if this trend continues, unfortunately its position will be further declining.日本はですね、長きにわたりましてアメリカに次いで UNHCR に向けての拠出額という意味では世界で第2位でありました。それが今第4位になっております。で、今の減少傾向が続きますと、残念ながらこの地位がさらに下がってしまうということになります。 I fully appreciate that there are domestic priorities that are very important for the government also in financial terms.
日本政府の財政ということを考えますと、もちろん国内的に優先すべき事情というのがたくさんおありであるということ、これはですね、よく理解するものであります。But what I ask the government is to consider that the needs of refugees and displaced people are increasing. So we would like all our loyal and strong supporters like Japan to reflect that situation also in their contributions to us.政府の皆さんに私からお願いしましたことは、こんな中で難民、それから避難民のニーズというのは今高まっていっている、高まるばかりであるということです。そんなこともあり、日本からいただきます支援に関しましては、そのような背景を鑑みた上でのですね、拠出をぜひお願いしたいということです。 And finally, another issue that we discussed with the government is that of resettlement of refugees to Japan, meaning accepting refugees from other situations, especially vulnerable refugees, and bringing them to Japan where they can have a more stable life.そしてもう一つ、私から政府の方に対してお話をさせていただきましたのが、これが日本が受け入れております第三国再定住に関してです。これはとても苦境の中にある難民の皆さんをですね、日本に来ていただき、そして安定した生活を送っていただくためのプログラムです。 As you know, that program is very small. It's about 20 or 30 refugees per year.日本におきましてこのプログラムは現在大変限られた規模のものであり、毎年の受け入れ人数は20人から30人程度となっております。 So I have asked the government to consider whether it could be expanded. そんなこともありまして、このプログラムをぜひとも拡大していただけないかということを日本政府には要請してまいりました。 There is one very positive thing that I want to stress, that in parallel to this program, the government, as you all know, last year initiated a scholarship program for Syrian refugees, 150 over a period of 5 years. This is very positive.しかし、この再定住のプログラムと並行して強調しておきたい大変ポジティブなプログラムがございます。それは昨年日本政府が開始されましたシリア人の学生をですね、奨学金で持って受け入れるというプログラム、これ5年間で150人というものが予定されております。 Yesterday I had the chance to meet with four of the first group of Syrian refugees who arrived here, and really I would like to praise the government for this initiative and encourage itto continue and further expand it, as it is very important to give opportunities to refugees, especially at this very difficult time that I have described. Thank you.昨日私はですね、第1弾として日本に到着いたしましたシリアの難民のうちの4人の難民の人にお目にかかることができました。で、日本の政府にはですね、このようなイニシアティブを取っていただきまして、そのことを大変称賛させていただきたいと思います。ぜひともこのようなイニシアティブを、継続していただき、そしてさらに拡大していただければと思います。これはですね、難民の皆さんにとって、この私がお話をしましたような困難な状況にあって、大変に重要な機会を提供するものだからです。はい、グランデさんありがとうございました。ロヒンギャ以外のクライシスについて、また皆さんから質問を受けて、お答えしたいということですので、いろいろ伺いたいことがあるんですけども、質問がある方、もし挙手していただければ、じゃあ、三好さん、マイクです、所属とお名前をして、簡潔にお願いします。My name is 三好、読売新聞。I have a question about the situation, in Europe.The influx of refugees to Europe, the EU area, has been decreased since the last 2 years, but still there are many refugees are flowing into Europe through Mediterranean Sea. So how do you see the situation? And now the EU is now making effort to have a common border control measures, such as Frontex.Activities. How do you appreciate it? And thirdly, I would ask you about the domestic situation of each country of Europe. Because of the huge influx of refugees, there have been many tensions in the societies, and the rising of the, so to say, right populist parties are
huge issue nowadays. How do you see the situation? I'm trying to first translate this. Do I reply one by one?先こちら、はい、ちょっと2つ目の質問が聞き取りにくかったところがありますので、ちょっと教えていただきたいんですけど、まず1つ目のご質問はですね、ヨーロッパへの大量の難民の流入の状況というのがですね、2年前と比較いたしますと少し減少はしてきているようですけれども、まあ、それでも地中海を渡って来られる方が多くいらっしゃるということで、今のこの状況をどのように見ていらっしゃいますかというのが1つ目のご質問です。2つ目に関しては共通の国境ということで、国の名前をおっしゃられましたか？フロンテックスという組織ができているので、はい、わかりました。そして3つ目の質問が、ヨーロッパの各国の国内状況についての質問ということで、多くの難民の流入により、国内での緊張が高まっている、まあ、その結果として極右的な、政党ですとか、もしくはポピュリスト的な政党の台頭が見られている、このことについてどう思われますかということです。I have three quick points to reply to your very complicated question. 大変に複雑なご質問をいただきました。その点に関しまして、3つ簡単にお答えしたいと思います。The first is that Europe's reaction to the arrival of increasing number of people has been focusing, as you said, mostly on control.これまでの大量難民の大量流入に対するヨーロッパの対応というのはですね、その主な注目点、フォーカスというのは、いかにしてそれを管理するのか、コントロールするのかというところにありました。The two most important examples are the agreement with Turkey and also the agreement with Libya.その中でもとても重要な2つの事例といたしましては、トルコとの合意、それからリビアとの合意です。 There is nothing wrong with better control of borders and also with trying to avoid people taking dangerous journeys across the sea.もちろん危険な海を越える危険を犯してやってくる人たち、そういった人たちの流入を国境で管理するということ自体、これ自体何も間違ったことではありません。 But if you do this, especially in the case of Libya, you cannot imagine that what, once you have established the control, the problem has gone away. The problem continues, in Libya in particular.しかしそのやり方なんですけれども、国境管理をすればそれで問題がなくなるというような、そういったやり方であってはならないわけです。例えばリビアですけれども、国境管理を行ったところで問題というのは特にですね、リビア国内でまだ続いているんです。 So it is important to do more in Libya to ensure that the hundreds of thousands of refugees and migrants that find themselves stranded,blocked in Libya, their situation has to improve very quickly. And this is very challenging, although we are trying to do our best to work on this matter.そんなこともあり、リビアで滞留を余儀なくされている何十万という難民、そしてこの移民、足止めを食らっている人たち、こういった人たちの状況をですね、すぐさま改善するということが喫緊の課題となってまいります。このことに関しましては大変困難ではありますけれども、 UNHCR といたしましてもできる限りの対応をしております。 In other words, if you invest in controlYou have to invest equally, if not more, in addressing the root causes that push people to come. Conflicts, poverty, but also the treatment of these people along the routes that lead to the Mediterranean. This is what we're trying to do right now, and this is what we're trying to convince the Europeans to do with us.言い換えますとですね、国境管理をしてそれで終わりということではなく、国境管理というのはですね、必ずその根本問題への対応と一緒に行わなければならない、セットで行わなければならないということです。つまりそもそもこういった難民を生み出している紛争ということであったりとか、貧困ということであったりとか、もしくはですね、地中海に至るまでのそのルート上でのこういった人たちの扱いということに対しての対応をしっかりしていかなければならない、そういったことこそ今ヨーロッパの諸国とともに UNHCR が取り組んでいることです。 And the other two points are shorter. Certainly Europe has to find a way to be united, to work together in all matters related to refugees, either helping refugees overseas
or resettling refugees to Europe, or organizing its own asylum system. Divisions between European countries will only lead to a worsening of the situation and to the burden being put only on a few countries and not on others. So Europe has to find unity in dealing with a matter that concerns all of the continent and not just one or two countries.それからあと2つ手短に、ヨーロッパはですね、今後団結する方法を見つけていかなければなりません。難民を例えば海外において支援をするにあたってもそうですし、またヨーロッパに再定住させるという意味でもそうですし、また共通の庇護制度を考えていくという意味でもそうです。ヨーロッパが分断されたままであったならば、今あるこの状況というのはさらに悪化の一途をたどると考えられます。ですので、その数カ国だけがですね、負担を担うということではなく、そして他の国は担わないというようなことではなく、団結をしていかなければなりません。と言いますのも、この問題というのはですね、一カ国だけが影響を受けるものではなく、すべてのヨーロッパの諸国が影響を受ける問題だからです。And the third point that you raised is very important. そして3つ目おっしゃっていただいたこと、とても重要な点であります。There are in Europe, but not only in Europe, politicians that I wouldDefine as unscrupulous politicians that say this to their voters. They say, vote for me, get me elected, because when I'm in parliament, when I'm in government, I will protect you from refugees. How can you say this? Refugees are people that need protection from us. We don't need to be protected from refugees. They are fleeing from conflict, from violence.And from persecution. But this is the way they are being portrayed by some politicians that are exploiting this situation for their own personal gains, for their own electoral gains. And I think that I'm always appealing to the sense of responsibility of governments and politicians, and many have that responsibility to present the situation of refugees in its proper way, which is we needto have solidarity, we need to have support for people that are fleeing from very, very difficult situations.はい、それからですね、3つ目ですけれども、ヨーロッパに難民がいるということをですね、宣伝する政治家がいるということなんですね。で、それはなぜかというと、このことをもってしてですね、そういった政治家は私に1票を投じてください、そして私がこの選挙で選ばれますと、政府において私は皆さんを難民から守りますよというふうに言うわけです。しかし、なんてことを言うんでしょうか。その難民からの保護を必要としているのは私たちではありません。彼らこそがですね、私たちからの保護を必要としているわけです。で、そういったことをですね、間違いなく訴えていかなければなりません。彼らこそがですね、紛争を逃れ、そして暴力を逃れ、そして迫害から逃れてきた彼らこそが保護を必要とする人だということなんです。にもかかわらずですね、一部の政治家はこのような状況をですね、自身が選挙で選ばれるために利用しているということがあります。ですから私は政府、それから政治家にしっかりと責任感を持ってくださいと、責任のある立場にいる人間としての責任感を持って、この難民の状況をですね、適切に、表現してくださいというふうに申し上げております。で、そのことによって、この困難な状況から逃れてきた人たちを支援できるように、私たちは連帯をですね、形作っていかなければなりません。はい、それでは手上げられそうですね。はい、どうぞお願いします。日本経済新聞の加賀谷と申します。ロヒンギャについて2点ほどお聞きしたいんですが、今会見の中でですね、ロヒンギャ その市民権の問題、これに対してですね、ミャンマー政府を支援できるというふうにおっしゃってました。おそらくはそのロヒンギャに市民権を与えるか否かという問題だと思うんですけども、で、支援をする場合ですね、その具体的にどんな支援をですね、用意
あるいはできるのかというところを教えてください。それからもう一つ、そのロヒンギャ問題なんですが、まあ、ヨーロッパも含めてですね、同時並行的にいろんな難民問題起きてますけども、まあ、それに比べてですね、まあ、どれぐらい深刻だというふうにこう UNHCR として受け止めてらっしゃるのか、それについてお聞かせください。 I'm Kagaya from Nikkei newspaper. I have a question, two questions about Rohingyas. The first question is about citizenship of Rohingyas. You said UNHCR is ready to offer support to the Myanmarian government in this respect. So more specifically, what kind of support can you offer in terms of citizenship of Rohingyas in Myanmar? And the second question is also about the Rohingya. Rohingya, a refugee issue, what is the gravity of this issue as compared to other refugee issues which are being seen in Europe, for instance? On the first question, the government of Myanmar once says that it will conduct a verification of the citizenship of the Rohingya. So that is a technical exercise, which we have helped many governments carry out for stateless people around the world, determining where they come from, where they have lived, especially in situations where people are likely not to have many documents. So we can help through our expertise in making this assessment, the government conduct this verification. So this is one example.まずですね、一つの具体的な支援の例といたしましては、ミャンマーの政府は、ロヒンギャの、この身分の確認というのを行っていくということを言っています。これはですね、大変テクニカルなことでありまして、私たち UNHCR といたしましても、世界中で無国籍の人たちの身分の確認ということに関してはお手伝いをこれまでもしてまいりました。彼らが一体どこからやってきたのか、これまでどこに居住したのかというようなこと、こういったことを確認する作業というのはですね、特にその身分証のような文書を持っていない場合が多い、そういった無国籍の人の場合大変難しいわけですが、 UNHCR にはそこに専門性がありますので、その面で政府の支援をすることができると思っております。 But, we are also helping the government of Bangladesh to register the Rohingyas that are arriving from Myanmar. This may be very importantwhen it comes to determining where they come from, because if they are registered as coming from Myanmar, this will be at least one document that they have available. And this registration, which, you know, various exercises are going on in Bangladesh, is going well. それからもう一つはですね、バングラデシュの政府に対して、ミャンマーから逃れてきた難民の登録をしていただくようにですね、要請をしております。登録をする際に、どこから来たのかというようなことも合わせて決定をするわけです。そうしますと、少なくともですね、その難民は、このミャンマーから逃れてきてバングラデシュに来たということで登録された、その一つの、少なくとも一つの文書を持つことができるわけです。で、こういった取り組みがですね、すでにバングラデシュでは進んでおりまして、それはうまく進んでいると思っております。Your second question is difficult because I...don't like to say which crisis is more serious than another, but I understand your question. はい。2つ目のご質問に答えるのはちょっと難しいと思っております。私自身もですね、どちらの危機の方がより深刻であるかというような判断は、まあ、できれば下したくないというふうに思っておりますが、質問の意図はご理解をいたしました。If you look at the speed with which refugees have come, 600,000 in about 2 months,2ヶ月ほどの間にですね、60万人の難民がやってきたというその流出のスピードということを考えますと、If you look at the violence that they have endured before crossing the border, especially women and children, それからまた特に女性や子どもが国境を越える前に耐えなければならなかったその暴力の規模というのを考えますと、If you look at the magnitude, the immensity of the needs.In Bangladesh. それからバングラデシュにおけるそのニーズの規模というのがですね、それが相当のものであるということを考えますと、If you look at these three factors, I think this is the most serious refugee crisis since the 90s.
これらの3つの要素を合わせて考えますと、おそらく1990年代以来最も深刻な難民の危機であるという言い方ができると思います。 Since the days that many of you will remember in the Balkans, in Central Africa, in Rwanda, it is that scale of emergency, unfortunately.覚えていらっしゃいますでしょうか、1990年代バルカン半島、中央アフリカ、ルワンダなどでの難民危機がありました。で、残念ながらですね、これらの事例と同規模の深刻度合いであるということです。はい、じゃあこの奥の女性の方。いや、Commissioner Grandy, thank you so much for speaking to us. I'm Motoko Rich with the New York Times. With regards to Japan, you talk about your slight disappointment in the decline of funding as well as the very few refugees that are admitted year after year. I wonder if you've talked specifically to the government of Japan about the possibility of assistance with this current Rohingya crisis. I know that the ultimate solution rests in Myanmar, but in the intermediate years, which is probably what it's going to be, could Japan perhaps play a role in hosting some of these refugees? And my second question is, Japan has talked recently about revising its asylum policies, claiming that most of the people that apply for refugee status in Japan are not, quote unquote, legitimate refugees. And I wondered if you agreed with that assessment. Thank you so much. May I take this up? Oh, sorry. ニューヨークタイムズの方です。で、先ほどグランディさんの方からですね、日本の最近の取り組みに関しては一部失望をしていると、例えば拠出通学が減っているということですとか、もしくは難民の受け入れが大変少ないということが言及されましたということをおっしゃられました。そんな中で日本政府に対して具体的に現在のロヒンギャの状況を鑑みて何かですね、支援の要請というのはしましたかというご質問です。もちろん最終的な解決策というのはミャンマーにあるわけですけれども、しかしその最終的な解決策に至るまでの間、例えば日本がロヒンギャの人を受け入れですとか、受け入れるですとかそういった要請はなされましたかということです。それから2つ目のご質問ですけれども、日本が現在ですね、非合申請の制度、これを見直しすると言っていると。で、この日本政府はですね、この難民の申請をしている人の中には、実はですね、実際難民の認定が受けられるような人ではない人が混じっているということを言っているわけですが、そのことに関しては本当にそのように思っていらっしゃるのか、どのような見方をされているのかということです。 What I wanted to say is, first of all, to congratulate your newspaper for the excellent reporting on the Rohingya crisis, which was published, I think, 2 days ago. I recommend this if you want to have a sense of the gravity of the crisis. And I tweeted it because I thought it was very accurate and very important reporting. So I'd like to take this opportunity to thank the New York Times. まずはですね、ニューヨークタイムズが2日前だったと思いますけれども、大変重要なロヒンギャに関する記事を掲載してくださいました。そのことを称賛し、そして感謝したいと思います。で、このロヒンギャを取り巻く状況がどれだけ深刻かということをお知りになりたい方はですね、ぜひこの記事を読みになられたらというふうに思います。私もこの記事に関しましてはツイートをさせていただきました。それは記事の内容が大変正確であり、そして大変大切なことが書かれているというふうに思ったからです。 Concerning Japan and this crisis, it has been very much at the center of our discussions with the foreign minister and foreign ministry officials and the JICA.はい、日本、とこのロヒンギャの危機ということに関しての協議ですけれども、私が今回外務省と、それから外務省の高官の皆さんと、それから JICA との会合の中でですね、この点はですね、協議の一部として、しっかりと取り上げられました。First of all, Japan is part of the humanitarian response and also of the longer term response through development interventions, JICA in Bangladesh.And I was assured that this will continue as long as necessary.そして、その協議の中で、日本はですね、すでに、この件に人道的な対応するということで関与しているということ、が確認されました。それからまた、その人道的な対応の後はですね、JICA がバングラデシュで活動を行っているように、開発面での介入を行っていくということ、このことが確認されました。で、必要な限りにおいて、このような介入を続けていくという確約をいただきました。Second, concerning resettlement, at the moment
moment, no resettlement of Rohingya refugees in Bangladesh is possible because Bangladesh is not authorizing it. 現在、そして再定住に関して2つ目のご質問ですけれども、再定住に関してですけれども、現在はバングラデシュにいるロヒンギャの人を再定住させることはできません。それはなぜかというと、バングラデシュがそのことをですね、許可していないからです。This is not a new position. This is a position that Bangladesh has had for a few years, not to encourage people to leave Rakhine State. It may well be that they will change the position in the new situation, but for the time being, we're concentrating on assistance in Bangladesh and talking about solutions. Both areas, Japan is strongly involved, and I hope it will continue to be.でこのバングラデシュの取っている立場というのはですね、何も新しい立場ではありません。数年前からずっと同じ立場が貫かれています。それはどういうことかというと、バングラデシュがバングラデシュにいる難民をですね、他の国に再定住させるということを、これを許可すると、そうすると、そのことによってさらにラカイン州を立つ人たちが増えるのではないかという、そういった懸念があるからです。で今また状況が、新たなロヒンギャのこの状況を鑑みて、この立場というのが今後変わる可能性はもしかしたらあるかもしれませんけれども、現在のところ私たちが注力していかなければならないのは、バングラデシュの国内における支援です。そしてバングラデシュ国内において解決策を見出していくということです。この2つの面におきまして、日本はですね、両方において関与してくださっておりますし、この関与を継続してくださると考えております。Concerning people asking directly for asylum in Japan, I can confirm that we discussed this matter, especially with the Minister of Justice.それから次にですね、日本に直接やってきて、そして日本で庇護申請をされる方についてですけれども、このことに関しましては、特に法務省の方と協議をいたしました。The facts are, number one, that there is a very sharp increase in the number of people that are seeking asylum. I think in the first six months of 2017, in excess of 8,000.事実といたしまして、日本での庇護申請の数というのはですね、かなり急激に増えていっております。2017年の最初の6ヶ月ですけれども、おそらくその数字は8000人ぐらいだったと思います。This is an increase because I think the total amount of last year was just above 10,000 in one year. So we are mid-year already 8,000.でこれは増えていると申しますのはですね、2016年、これは通年で1万件ぐらいでしたので、今年は半年で8000例ということはですね、これは増えているということになります。And it is true that among those seeking asylum that are many that do not really have a justified reason, a justified claim to asylum because the reason for leaving is not that war or conflict or violence or persecution, the reasons that qualify refugees as such.でそしておっしゃるように確かに申請者の中にはですね、正当な申請の理由を有していない人というのもあります。と言いますのも国を立つ理由というのが、難民申請の正当な理由としては戦争だったりとか暴力迫害から逃れるというものですけれども、そういった理由を有さずにですねやってきて申請をしている方というのももちろんいらっしゃいます。 But in this Japan is becoming like most other industrialized countries where this phenomenon occurs.しかしその他の先進国がですね、すでに経験してきたように日本におきましてもこのような同じような状況というのが生じてきているということなんです。 And like in many of those countries, including in Europe, Japan does not have a system that is able to process a large number of claims quickly enough and effectively enough. So the efforts to reform the systems are important and we are supporting them.しかしヨーロッパの多くの国においてもそうなんですけれども、このような形でですね、急激に増えるこの庇護申請の数をですね、すべてこなしていくようなそのプロセスというのがですね、制度として整っていないと、そしてそれを迅速に審査し、そして効果的に審査していくと、これだけの大多数の申請をという、その制度が整っていないということで、ですからこそ制度の改革が必要であり、その改革に現在取り組んでいらっしゃるということですから、この点はとても重視しておりまして、 UNHCR といたしましても支援をさせていただいております。 But we have two recommendations to make that I made to the minister. One is that in making the system more efficient, don't decrease its quality, its accuracy. It's important that every claim
be assessed in its own, on its own merit very accurately, because you don't want to dismiss a claim which is valid and expose this person to the risk of being sent back home. はい、しかし、私からお勧めしたい点といたしまして、そして大臣に実際お話しさせていただきました点といたしまして、2つのことがあります。まず1つ目、制度の効果を高めるということ、これはとても重要ではありますけれども、その制度の質、もしくは制度を正確度ということですね、制度を落としてはならないということです。その一つ一つの庇護申請を、そのものとして、本案として、それを審査するということがとても重要であります。制度の質が落ちてしまいますと、そうすると実際はですね、正当な理由をもってして申請をしている人がですね、棄却、その申請が棄却されてしまう可能性があります。その結果として申請者は、そのリスクのある国に送還されるという可能性がありますので、質を落としてはならないというのが一つ目です。 And the second recommendation is don't detain asylum seekers. We always say to governments, seeking asylum is not a crime.So you should not detain people for that reason. There are many other ways to control these people in the sense to avoid abuses and to make sure that they are available for further verification. We call them alternatives to detention. So we're talking to the government on how to promote alternatives to detention and avoid that asylum seekers are put in prison while they await a decision on their claim.はい、それからもう一つはですね、申請者を拘留しないようにということを政府にお話をしております。と言いますのも、この庇護申請をするということ自体、これ自体犯罪行為ではありません。そしてこれらの人たちが制度を乱用しないようにコントロールする方法というのはですね、拘留をする以外にも他にたくさんあるはずです。そしてこの人たちが確認が必要な場合はしっかりとですね、帰ってくるような形を取るということは他にも方法としてたくさんあるということで、交流に代わる代替的な方法が必要であるということ、こういったことを促進しなければならないということで、政府とお話をさせていただいております。庇護申請のこの審査が進んでいる間、交流をしてはならないというのが2つ目のリコメンデーションであります。はい、ありがとうございます。ちょっとその今のレコメンデーションズに対して、日本政府はジャスティスミニスターはどういう反応、So as to these two recommendations you've made to the Ministry of Justice, what was his response? She took note of them. We have a very good contact with the Ministry of Justice, and she told me that, you know, we will continue to discuss. These are complicated issues, very technical, but we have a team here in our office.UNHCR office in Tokyo that is working more closely now than in the past, and this minister I think is very open to cooperation, so we will take advantage of it and continue to cooperate, trying to improve, to help them improve the system. そうですね、大臣の方はですね、しっかりとこの聞いてくださって、メモを取って明記をしてくださいました。で、私たちはですね、法務省とはしっかりとした連絡を持っておりますし、協議をこれからも続けていくことになります。それから日本のですね、UNHCR の駐日事務所がありまして、そこのチームもですね、以前よりもずっと緊密な形で法務省との連携を取ってくれています。で、現在の 大臣も大変協力的でいらっしゃいますので、この協力関係というのを生かしてですね、継続的に協議をしていきたいというふうに考えております。そして最終的に制度の改善につながればと思っております。はい、ありがとうございます。さあ、それではまた手を挙げられた方、じゃあそちらの方お願いします。Hi there, Tom Wilson from Reuters News Agency. Thank you for your time today. I'd like to ask a question about the repatriation plan, announced, the talks announced over the weekend between... Which repatriation? Bangladesh and Myanmar. Sorry, excuse me. How feasible is this, given both the citizenship issue as well as other problems awaiting displaced Rohingya people back in Myanmar? Many of them, we have heard, are very afraid to go home, afraid of continuing violence in going home.Many times they lack property, or their property has been destroyed in their
original home villages. How feasible do you see a plan for Rohingya in Bangladesh to go back to Myanmar? Thank you. はい、この質問はですね、バングラデシュからミャンマーへの帰還のプログラムに関する質問で、この実現の可能性、実行可能性というのはどの程度あるんですかという、ご質問です。ミャンマーに、戻ると言いましても、この難民たちはですね、もしかしたら暴力状態が続いているかもしれないということを大変恐れているということもありまして、もしくはですね、財産や、村、それから住んでいた家なども破壊されているというようなこのような状況の中で、ミャンマーへの帰還の実行可能性というのはどの程度あるんでしょうか。 My reply, my short reply would be very, very difficult but not unfeasible. はい、私の簡単な答えといたしましては大変に困難でありますけれども実現不可能というわけではないというものです。 And what is needed most is political will on the part of the authorities in Myanmar to make it work.でここで必要とされますのは、ミャンマー当局の政治的な意思、これをしっかりと機能させるんだという政治的な意思です。I was encouraged a couple of weeks ago by the fact that the government of Myanmar requested my office, our office in Yangon, in Myanmar, to organize a discussion on repatriation with government officials.で数週間前のことになりますけれども、ミャンマーの政府からですね、UNHCR のヤンゴンのオフィスの方に連絡がありまして、帰還に関しまして、難民の帰還に関しまして、これから政府の高官と UNHCR の間で協議を持ちたいというような要請があり、このことにはですね、大変勇気づけられる思いでした。And subsequently, one of my deputies visited Myanmar to discuss further this matter.そしてそのような要請があった後、私のですね、部下の一人がミャンマーに行きまして、さらなる協議を継続することになっております。And we should not, we should be honest with ourselves. We know that there are very big resistances. そして私たちはですね、正直に認めなければなりません。この帰還に関しましては大きな抵抗があるということです。Including in the local communities.これは、この地域社会による抵抗というのも含みます。But, we know also that there are people in the Myanmar establishment that understand the importance of dealing with this matter in an appropriate manner.しかし、このような状況に適切な形で対応することの必要性ということをですね、しっかり認識してくださっている人もですね、ミャンマーの政府にはいらっしゃいます。So we need to continue to work towards a solution. ですので、解決策に向けてこれからも引き続き協力をしていくことになります。Unfortunately, when you do the work that we do at UNHCR, you cannot just give up when there are difficulties. Otherwise, we wouldn't do anything.残念ながら UNHCR で仕事をする限りはですね、何か困難に直面したからといってそこで諦めるわけにはいきません。困難に直面したからといって諦めていればですね、何も成し遂げることはできないというのが UNHCR の仕事の性格です。 And may I add one more point that, because I'm here in Tokyo, that I really also ask the government of Japan to help find solutions. Governments like Japan that have good relations withBoth Bangladesh and Myanmar can play a very important role in finding a solution that is acceptable, feasible, and principled, that respects the rights of the people, of all the people.そして、せっかく東京に来ておりますので、ぜひともう一言付け加えさせていただくならば、日本の政府にもですね、ぜひ解決策という意味で手助けをいただきたいと思います。日本政府というのは、ミャンマー、それからバングラデシュ、双方の政府ととても良好な関係を有していらっしゃいますので、重要な役割を果たしていただくことができると思います。受け入れることが可能な、許容可能な、そして実現可能な、そして全員の人々の権利が守られるという原則に従った形での解決策を見出していくという意味で、日本政府が果たせる役割というのは大変重要だと思います。はい、じゃあどうぞ、その真ん中に、あなたですね、お願いします。朝日新聞グローブの高橋と申します。宮城さん の親善大使の就任について、教えていただきたいんですが、今後どんな活動を期待されますかという、はい、
フィリポさんに期待、okay. されることをお聞きしたいんですけれども、もしくはご本人だけではなくて日本や国際社会に期待される変化があったら教えてください。あとこれまでの活動の中で印象に残っているシーンなどがあったら教えてください。その活動、最後の部分の活動というのは、それは宮城さんの活動の中でということですか。はい。The question is about Miyabi-san's goodwill ambassador appointment. What do you expect him in the future? That's the first question. And what do you expect the international community or Japanese society to do more in terms of contribution and in general?And if you have some, you know, something that Miyabi-san has done so far, if you remember some of the things that are impressive among all the things Miyabi-san has done so far, could you please let us know? Maybe I can respond to the second, first and last question together. I think Miyabi-san is a very well-known and good musician, and music can be a powerful way to convey a message of support and solidarity for refugees. And I hope and trust, he has already done it, that he can use music and his art and his skills to convey this message to the general public.はい。まず1番目と3番目のご質問を合わせてお答えしたいと思うんですけれども、宮城さんというのはですね、大変有名であり、そして大変優れた才能豊かなミュージシャンでいらっしゃいます。音楽というのはですね、それを通して大変パワフルなメッセージを伝えることができると思います。難民に対する支援ですとか、もしくは難民と示す連帯ですとか、こういったことに関してのとても強力なメッセージを音楽を通じて送ることができ、そしてもうすでにですね、アートを通して、そして彼のスキルを通して宮城さんはそういったことをしてくださったというふうに私は確信をしております。国民に対してのメッセージというのをですね、強力に伝えてくださると思っております。 I have listened to Miyabi play in a theater in Geneva together with a choir of children, and I can tell you that the emotion that was conveyed by that music was very deep, and if that depth of emotion is used to carrya message to make people understand who the refugees are, I think it will be more effective than many speeches. はい。実際ですね、ジュネーブで宮城さんが、その音楽を演奏してくださるところを見ました。で、子どもたちの合唱団と一緒に演奏してくださったんですけれども、その時にですね、歓喜された感情というのはですね、大変深いものがありました。で、こういった感情を通してそれを活用することによってメッセージを届けることができると思います。そしてそのメッセージというのはですね、この人々に難民というのをですね、理解するという、そういったメッセージだと思います。難民を理解しようというメッセージ、これはですね、多くのスピーチにも勝るものになると思っております。 And in terms of what we need Japan and the international community to do more, of course we need more finances. で、それからより Financing, sorry. より一般的にですね、国際社会、それから日本の社会などに求めることといたしましては、もちろんより多くのですね、資金の提供というのが必要です。 Of course, like I said, we needcountries including Japan to do more in resettling refugees, especially the most vulnerable. そして、もちろんですね、日本も含めた各国において、最も弱い立場に立たされている難民の皆さんの最低住を、もっと受け入れていただくということも必要です。Of course, we need countries to keep borders open and have a generous approach to refugees that are seeking asylum.そしてまた各国にはですね、庇護を求める難民に対して国境を開いておいていただくということもですね、要請したいと思います。But perhaps most of all, and to go back to Miyabi's future work with us, we want everybody to understand that refugees are human beings that have gone through unimaginable, not imaginable violence and suffering and loss, and therefore they require a humane approach
of solidarity, sympathy and support. This is the key message that we want everybody to understand.はい、そして何よりもですね、みやびさんとの将来の協力関係という意味では、すべての人々に難民というのは私たちの想像を絶するようなですね、暴力に耐えてきた人たちなのだということを理解いただきたいということです。多大なる苦痛、苦しみに耐えてこられた人たちであり、そしてさまざまな喪失を抱えていらっしゃる人たちであるということなんです。そういった人たちに対して私たちは支援をしていかなければならない、共感の念を持って、そして連帯を示していくという、そういった人道的なアプローチが必要であるという、こういったメッセージ、このメッセージを皆さんに分かっていただきたいと思います。はい、じゃあそちらの方、はい、はい、どうぞ。時事通信社の佐藤と申します。文化部 の記者をやっておりまして、今の質問の関連なんですけども、宮城さんにお伺いしたいんですけれども、よろしいでしょうか。This question goes to 宮城さん。はい、どうぞどうぞ。はい、今質問お話しあったように、宮城さんとして今後具体的にどういうことをなさっていきたいのかということが一点です。それから親善大使になれてアーティストでいらっしゃるわけなんですけれども、アーティストだからこその役割ということをどのように考えていらっしゃるかということと、それからこういった難民キャンプに行ったり親善大使になったということが、ご自身の音楽とか音楽性について何か変化を今後もたらすのかということについて伺えればと思います。はい、はい、宮部です。そうですね、本当に今回、すごく光栄に思っていますし、個人的には今まで難民キャンプに、訪問させてもらって以来、肩書きが何であろうと、これから先やっていくことは変わらないと思っていて、実際現地に出向いて、目で見て、肌で感じて、それを自分はまあその作品に投影していくと同時に、現地の子どもたちに、まあ、音楽を通じて、まあ、夢だったりそのドキドキワクワクを伝える、でその上でまあ、この問題、まあ、特に日本に対して自分ができる役割としては、やはりその、まあ、政府への要請もそうですし、あとは学生だったり若い世代、まあ、こういう、まあ、記者会見を目にしない、若い世代だったりに対して、まあ、音楽の持つ力を持って届けていきたいと思っています。まあ、特にやっぱりそのさっき話にもあったように、ヨーロッパの国々でその選挙をに立候補した人たちがその難民から守るからその投票してくれと、でそれを結局、まあ、今実際アメリカに住んでいてアメリカの国も似たような状況なんですけれども、結局そのリーダーを選ぶのは、国民であり、その若い世代の人たちの意識がそこに向いていること、そして難民に対しての理解が高まっていくことがすごく重要で、その、世代に対して、リーチできるのが僕および音楽文化の、力であると思っています。なのでそこに尽力していきたいですし、実際、昨日も上智大学での、フィリッポ氏の、講演に伺わせてもらって、学生の力、僕たちこう大人になって人生、まあ、ある種稼いでいかないといけない立場にいる人たちと違って、彼らには時間と、そして何よりも活力がある、その世代に対してどんどん伝えていくことによって、実際そういう難民の受け入れだったり、まあ、新しいアイデアをもっともっと出してもらえるんじゃないかなと思います。それに対して自分は全力で取り組んでいきたいなと思っています。ちゃんと答えましたかね、今ね。はい、以上です。はい、あ、音楽性ですか。そうですね、まさにそれは2015年に初めてレバノンの、難民キャンプに、訪問させてもらって以来、自分の音楽を作る際の、プライオリティは変わりました。実際娯楽、音楽、映画もそうですし、平和だからこそ享受できる、業界に自分がいる中で、実際音楽ができる、ことを全うしていきたいですし、キャンプに行った際、自分はじゃあ
戦場だったりそういう、まあ、本当に紛争が起こっている地域において、ギターを持って何ができるのか、実際自分の目の前に銃を持った人たちがいたときに、僕は多分ギターで人を守ることはできないかもしれないけれども、自分の音楽が世界中に鳴り響くことによって、もしかしたらその紛争を止めるきっかけになるかもしれない、そういうものを、例えば先人、ジョン・レノン氏だったりマイケル・ジャクソンさんだったり、が最終的に音楽を通じてやろうとしていたことだと思いますし、それを自分はまあこの世代のアーティストとして、少しでも、そのレベルにまで自分の音楽を持っていきたいですし、その活動を持ってもっともっと若い世代の人たちとそのビジョンを共有していきたいなと思っています。以上です。はい、じゃあ、あとちょっと4人の方手を挙げた、じゃあ 4人も短くまとめて、質問していただいて、それでグランさんにお答えて、グランさん、この後ソウルに行かれるということで、あまり時間ないんで、じゃあ、あの前の方、中井君から。All together the questions. Yeah. Okay. 共同通信中井と言います。ロヒンギャの問題についてもう一度伺いたいんですけれども、まあ、国際的にスーチーさんの対応というのは非常に消極的で批判を受けていますけれども、まあ、こういった大きい問題、先ほどグランディさん、90年代以降で最大の難民の危機だとおっしゃいましたけれども、こういった問題解決するで、この政治的なその役割というか意思というか動きの欠如というのをどのように評価す、どのようにお考えになりますでしょうか。So, I'm Nakai from Kyodo News, and I'd like to ask you a question about Rohingyas once again. Foreign Minister Aung San Suu Kyi, has been criticized for being too passive on this issue. And you said that Rohingya refugee crisis is probably the biggest crisis ever since the 1990s. So, in such a big crisis, what does this lack of political will means? How do you perceive this current situation? Takeshi-san. はい、そのフォローの質問、さらに深掘りする質問なんですが、コフィアナンリポートというものが出ました。コフィアナンのコミッションがですね、これはそこには軍の代表の委員もいなくてですね、まさにそのスーチー政権の考え方を表したようなものとも受け取れましたけれども、でそこにミャンマー政府が今後やるべき課題というものも盛り込まれていますが、もちろん、ミャンマー政府の中には軍部の介入が当然ありますので、非常に難しい面もあるかと思うんですが、どの程度コフィアナンリポートを評価されているか、これについてお願いします。ありがとうございます。はい、じゃあ後ろ、OK。So this is a follow-up question on Rohingya issue, and it's about Kofi Annan report from the commission. And this commission didn't have any representation from the Myanmarian military, I think. Therefore, this commission's report is probably just following the thinking of the Myanmarian government. And this commission has made some recommendations within the report, and the Myanmarian government may pursue those recommendations, but it may not be so easy because of the potential intervention from the military. So how do you evaluate this report? はい、どうぞ。Hi, my name is Endo from TBS. My question is, last Thursday, United Nations panel called on Myanmar to stop military action against Rohingya, and Japan didn't even vote. You said Japan is playing very important role for Rohingya, but how do you think of the fact that Japan abstained such an important vote?
Thank you. 今のご質問はですね、木曜日に大変重要な国連のパネルが開催され、その中でですね、ロヒンギャに対する軍事行動をやめることをミャンマー政府に求めるということに関する決議の採決がなされました。その際に日本はですね、棄権をしたということで、この一票を投じなかったということなんですね。でロヒンギャ問題に関しては日本が果たす役割はとても重要だというふうにおっしゃられたわけですけれども、その棄権をしたということで投票すらしなかったということについてどのように考えられますかというご質問です。あ、じゃあ所長の方、はい、すいません、最後にフジテレビの鈴木です。今日はありがとうございました。日本の難民の受け入れ制度について、2つ質問あります。先ほど、グランディさんが言われていた、移民制度改革の部分、難民制度改革の部分なんですけど、先ほどディテインするなというようなことをおっしゃっていたんですが、ディテイン、要するに収容するなということなんですが、実際日本の場合だと収容所がほとんどなくて、難民制申請してもですね、住む場所がないと、しかも6ヶ月、働く許可も与えられないということで、本当にホームレスになるかですね、不法労働するしかないというような状況があります。これに対して具体的なアドバイスがあればいただきたいのが一つと、あと、毎年 50% ぐらいずつですね、難民申請、数が増えているわけなんですが、日本は今経験したことのないレベルに、だんだん来ているわけなんですけど、具体的にですね、先進国、他の先進国と比べて、日本はどのくらいその難民を受け入れるべきなのか、というような、もしそういう具体的な数字のお考えがあれば、教えてください。よろしくお願いします。Okay, so this is Suzuki from Fuji TV. I have two questions about the asylum system. The first question is about the asylum system reform that you mentioned, and you said that those asylum seekers are detained for some time, but actually there aren't many detention centers, or there are only very few detention centers in Japan, which means that those asylum seekers, once they make application, do not have where to stay, and they are not allowed to work for the first 6 months, which means that they have been left with an option of becoming just homeless or illegally engaged with some kind of employment. So do you have any specific advice with this regard? That's my first question. And the second question is about the asylum seekers application being increased by 50% year by year. And this is already an unprecedented level in Japan. We have never experienced this here in Japan. However, compared to other advanced countries, to what extent do you think Japan should accept those asylum seekers as recognized refugees in terms of the number, for instance, if you can mention? Thank you very much. There were several questions regarding the Rohingya situation. I would like to stress that the dynamics inside Myanmar regarding this particular minority are very complex, and one has to understand that complexity and refrain from superficial judgment. Clearly what I mentioned is that we need some courageous political decision, political leadership in telling the people of Myanmar that there is a minority that is different in religion, in culture, and this minority needs to be respected, needs to coexist with other communities in the areas where they come from. This is not that simple in Myanmar because of history, because of culture, because of a certain attitude. And I agree fully with those of you who pointed to the fact that the key player that needs to be convinced, needs to make that decision, are the military, because this is where the resistance is greater. So it's important that they are convinced, that they understand that this is the way to go, the way that, according to international standards, is the best way to go, and it is possible to do it. And we can help with that. And countries like Japan and other countries can help once the citizenship, and if the citizenship issue is solved, through investing substantial resources in Rakhine State,
which is one of the poorest states of the Union. And those resources, if invested appropriately, can help bring the communities together, as opposed to dividing them. So I think that this is the way to go, and I think that the important dialogue has to be with the military.はい、まずいくつかロヒンギャに関しましてはですね、大変、難しい問題があります。ミャンマーの中のですね、このダイナミクス、動きというのをしっかりと捉えることが重要です。でそれ自体が大変複雑であり、そのことを理解するということがとても重要であって、表面的な判断はすべきではないというふうに思っております。で明らかにですね、もちろん政治的なリーダーシップというのが必要とされ、勇気ある政治のリーダーシップによりミャンマーの人々にですね、宗教の違う、もしくは文化の違うマイノリティというのが存在し、そしてそれは尊重すべきであるということ、そういったことを示していくということはとても重要です。そしてその彼らのもともとの出身地において共存を促していくということ、これはとても重要です。しかし歴史的な背景から、文化的な背景から、それからもともとの人々の姿勢からですね、そのことはなかなか単純に進むものではありません。でこの中でですね、とても重要なプレイヤーとなるのが、ご指摘があったようにですね、もちろんその軍ということになります。この軍隊における抵抗というのがですね、やはり最もその強力なものがあるということですから、まずはですね、この軍隊にこのことの重要性を理解させるということ、でこれこそが国際的なスタンダードに鑑みても進むべき方向であるということを理解させるということがとても重要です。しかしこれは可能であり、そして私たちも支援をすることができるというふうに思っております。そして日本やそれ以外の国に関しましては、一旦市民権のこの問題が解決を見ましたならばですね、ラカイン州、ミャンマーの中でも最も貧困のもとにあるラカイン州ですけれども、ここにしっかりとリソースをかけていく、投資をしていくということがとても重要になってまいります。こういった国々が投資を適切な形ですることによって、ここでのコミュニティがですね、今後共存する道を開いていくことができる、分断ではなく共存できる道を開いていくことができると思っております。 And concerning the report of the Rakhine Advisory Commission, I actually met with the commission when they were preparing the report.はい、でそれから、ラカインのですね、特別諮問委員会の報告書に関してですけれども、報告書の作成中に私も特別諮問委員会と会合を持っております。 And I do not recall the military being represented in the commission because that was a civilian commission. But I do remember. He actually said the military was not. Yeah, exactly. So I think he's correct what he's saying, that there was no military because this was a civilian commission. I'm confirming that. But I do remember that some members of the commission were fairly hostile to the Rohingya community. それからですね、この特別諮問委員会ですけれども、おっしゃるように軍の代表はありませんでした。これは文民による特別諮問委員会でした。そしてその中で代表されている文民の中にはですね、一部ロヒンギャに対して大変な、敵意を持っている人もいらっしゃったということです。 So I think that the report is very balanced, takes into account every view, and I think that it is still the main roadmapthat everybody should follow, including the Myanmar government that has accepted those recommendations in order to find a solution. In a way, we are in a situation in which all the solutions are clearly spelled out in that report, which I think is very valid. So is this very well balanced? It's a balanced report that takes into account the complexity that I was talking about and makes good recommendations that are principled, respectful of the rights of the Rohingya, but also that take into account a very complicated situation. So that, I think, is a good roadmap. It's there.It needs to be implemented. はい、この最終報告書ですけれども、大変バランスの取れた、先ほど申し上げたようなさまざまな複雑性というのをですね、鑑みたさまざまな視点を盛り込んだ、最終報告書になっていると思います。そういったこともあって、これは政府に対していくつかの勧告がなされておりますけれども、ロードマップとして今後の進んでいくべき工程表として機能することができると思っております。政府もこれらの勧告に関しては受け入れるというふうに言っておりますので、これはですね、解決策としてはですね、妥当なものだという
というふうに思っております。原則にのっとった形でロヒンギャの人権をですね、尊重するということに基づいた勧告がなされておりますし、先ほど申し上げたようなさまざまな複雑な状況というのも鑑みたものになっているという、まあ、肯定表として機能するものだと思っております。 And、I cannot judge the vote of Japan in fora that are not of my competence. I'm sorry.But I want to reiterate what I said earlier. I do believe that Japan can play an important role in encouraging solutions along the Kofi Annan report, and also if we move in a positive direction in supporting those solutions. They will require international support, especially in terms of development and in encouraging the Myanmar authoritiesto work positively on the key issue, let me say it once again, of citizenship.で、次にですね、国連で開催されたパネルにおいての日本政府の危険ということに関してですけれども、このパネル自体、私の責任範疇にあるものではありませんので、そのことに関しての判断は控えさせていただきますが、しかし繰り返し申し上げるならば、日本はやはりですね、とても重要な役割をこのロヒンギャの問題に関して果たすことができるというふうに思っております。解決策を促し、このコフィアナン報告書にのっとった形でですね、促していくことができると思います。そしてこの解決策というのはですね、国際社会が支援していかなければならないことですし、開発の面での支援というのもですね、今後必要になっていくわけです。その面で日本政府が果たせる役割というのは大変重要なものがあると思います。しかし申し上げるならば、そのまず前提条件となるのはですね、ミャンマーの当局が最も重要な市民権の問題、これをまず持って解決するというところにあります。 I'm not sure I fully understood the question on detention and asylum. My point, let me make it again, is that first of all, not all asylum seekers are detained, only some of them. So our suggestion to the government of Japan is to use alternatives to detention. There are many practices in the world, working with local communities, working with NGOs,who could take care of asylum seeker during the period of examination of their claim. There are many global practices that we have collected and that we can share with the, we are sharing with the government to follow. So this is the current dialogue, positive, constructive, with the Ministry of Justice.それからですね、難民庇護の申請者の交流もしくは収容に関してのご質問、これ私 100% 理解できたかどうかわからないんですけれども、まず1点目といたしましては、申請をしている人たち全員が収容交流されているわけではないという点、この点はご指摘しておきたいと思います。それからその日本政府に対する私からの提言といたしましては、交流もしくは収容に代わる代替法というのはですね、さまざまなものがあり、そして世界ですでに実践されているものもたくさんあるということなんですね。例えば地域社会というのを活用するということもできますし、 NGO を活用するということもできます。これらのアクターを通してですね、申請をして、そしてその審査中にある人たちのケアをするということは可能だと思います。グローバルでさまざまな形で実践されているものに関しまして、私たちの方でも収集をしておりますので、その収集した事例に関しましては日本の政府とも共有をさせていただいております。そしてそれらをもとにですね、これからも建設的でポジティブな形での協議をですね、法務省と続けていきたいというふうに思っております。 And about the last question on whether Japan should accept as refugees asylum seekers whose claim is judged validThe reply is yes. それから最後のご質問といたしまして、庇護の申請者でその申請が正当な理由を持つのであれば、難民として日本で認定されるべきかということに関して、これは答えとしてはそうですということです。We know that not all those claims are valid, so many will be judged invalid and people will beand their claim will be rejected. But if some of those claims are valid and people really come to this country because they flee from violence, persecution, war, and they're recognized as refugees, they should be accepted as such. And they are accepted as such, but the process needs to be expedited and improved. は
はい、で申請者の中にはですね、すべて正当な理由を持っているわけではないような人も混ざっているというのはそうであり、そのような場合はですね、棄却されるということになります。しかし正当な理由を持ってして日本にやってきている人たち、つまり暴力を逃れ、迫害を逃れ、戦争を逃れてやってきているような人たち、こういった正当な理由を持っている申請者は難民として認定されるべきであり、そして受け入れられるべきであると思います。しかしそのプロセスに関しましてはさらなる迅速化が必要であると考えております。はい、ありがとうございました。だいぶ時間オーバーしましたけど、大変たくさんの質問にすべてにですね、丁寧に答えていただきました。ありがとうございました。それから最後にですね、日本記者会見の方から、これは宮城さんとはですね、グランツさんに感謝を宮城さん、贈り物をしたいと思います。宮城さんもちょっとこちらに。宮城さん、宇宙ピース。宮部さんもこちらに立って、はい、じゃあこれが一緒だと思うんですけど、じゃあこれが、ありがとうございます。はい、じゃあこれでこのイベント終わります。